皆さんこんにちは。今度 の、 ボールなんですけども、まあ、ハイパーセルというボール、まあ、このハイパーセル、まあ、いろいろ最近セルという名前は使われていて、まあ、ヌークルスコア、まあ、これを使ってるんですけども、まあ、アメリカではやっぱりこのセルっていうのは、まあ、非常に長い歴史を持ってて、まあ結構 OEM が日本では盛んに作られたんで、まあ、どちら今回のハイパーセルスキットっていうのは前作のハイパーセル、まあ、これはアメリカでハイパーセルしか売られてないんで、それの次のシリーズということで、まあ、名前はハイパーセルスキットという名前なんですけども、まあ、別にその行っちゃうよとスキットしちゃうよっていうわけじゃないんですが、まあ、ちょっと名前がハイパーセルのスキットというボールを作ってみたんですね。でこ の、 ハイパーセルスキットに使ったのは75の MH という素材を使わせていただいて、まあ、ロトグリップっていうのはストームとちょっと違いまして、まあ、この数字でオイルの強さを表したり、まあ、一番強いのがマイクロバイト、まあ、その次はマイクロスナップという形になりまして、まあ、それからはこう数字で80、75、73、それからアーマー、まあ、70というようなオイルの強さをこう最近は表現をしてるんですが、まあ、今日ちょうどテストしたコンディションというのはやはり41フィート、まあ、ミディアムぐらいのコンディションだったと思うんですが、望月プロ、こうレイアウトとどちらかというとバッケンの出やすいレイアウトを採用させていただいて、石原プロよりはどちらかというとピンが立っているレイアウトだったんですけど、望月プロ今日投げてみて感想はどんな感じだったんですかね。はい、まあ、以前にも、セルシリーズは、はい、投げさせていただいておりますけれども、はい、やっぱり今回、パール素材で、はい、やっぱり転がり感もそのままで、うん、スキット、まあ、もう名前の通りですけど、はいはい、手前の行き足がすごくよく感じましたので、すごく使いやすいんじゃないかなと。なるほど、ね、はい、思います。まあ久々にこう望月プロビデオに登場していたんですけども、はい、やはりどちらかって言ったら手前が行き足がいいボールを結構トーナメントとかチャレンジなんかでもチョイスされるじゃないですか、はいはい、そういった意味じゃこうやっぱりこう手前が行ってくれてっていう形じゃ、やっぱりこう月間って言ったように使いやすさを強調されたんじゃないかなというふうに思いますよね、はい。まあ、どちらかというと石原プロなんかは今回どんなイメージをやっぱり持った感じなんですかね。そうですね、どうしても、はい、まあ、ハイパーセルってことでね、うん、ハイパーセルと本当に比べたくなっちゃうので、なるほど、間違いなく、まあ、そのハイパーセルの方がね、はい、もうはるかにオイルに行くねということで、まあ、今回がスキットってことで、明らかにもこのスキットをするんで、なるほどね、まあ、73mh ということで、はい、やっぱりそういう面ではやっぱりファールリアクティブなんで、かなりこの下の方のカバー的にはなるんで、まあ、その辺は、低い割にはですね、僕は逆に言うとその低さっていうのは意外と感じなかったというふうに思うんですけどね。でも、まあ、そのスキッドっていう割に本当にやっぱりその行き足をハイパーセル、ハイパーセルって言われるかもしれないんですけ ど、 ど、まあ、スキッドって今回は非常にまあその差が出たっていうのはね、間違いないと思いますね。まあ、こう変な意味じゃなく、先ほどからハイパーセルって名前が出るんですが、まあ、どちらかというとハイパーセルってオイルの量からすると横綱級まあ過去のロトグリップのシリーズ、まあ下手するとストームのシリーズなんかでも結構横綱級のねヘビーオイル向きのボールだったんで、まあそれと比較するとなんかあんましこうかわいそうかなっていうふうには思うんですけども、やはりお二人共通しているのは、まあ、こうヌークルスコアの転がり感が非常にこう強調されたのもあったんで、まあ、やっぱりその弱さっていうのはあまり感じないっていうのはそこから来てるんではないかなというふうに思いますね。はい、プロの感想だと思うんですけども、やっぱり望月プロハイパーセールは先ほど言ったようにヘビー級っていう部分じゃね、はい、横綱です、ね、はい、横綱級なのかなというふうに思うんですけども、はいはい、まあこう、まあ、ヘビー級からミディアムドライにこう来ると思うんですが、まあ、今日 の、 このハイパーセールスキットってのはどの辺の位置に、はい、
ハイパーセルは、はい、ハイパーセルスキットですね、はい、はバイオセルの下ですね。おー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 、はいね、はい、なるほどね、はい、先ほどこうお話をさっきいただいた時にバイオセルってものすごい好きよって言ったじゃないですか、はい、まあ、先が切れる感覚があって、うん、はい、まあ、今日のハイパーセルってのはそれが丸い感じ、そうですね、になる、はい、バイオセルのが手前からこのなんか動き始める、動き始めるので、このハイパーセルスキットの方がやっぱりスキットなるほど、ちょっと先の方のイメージになったので、なるほどなるほど、はい、そういった意味では名前は合ってるってことですね。そうですね、望月プロに関してはねはい、わ、はい、かりました、はい、石原プロのやはり感想もなんか同じ並びで並べていただいたんですけども、はい、まあ、やっぱり望月プロと同じ感想でヘビーからミディアムドライということだと思うんですが、はい、今日のハイパーセールスキットはどの位置に、そうですね、まあ、ここは言うまでもなく、はい、強いんで、はい、まあ、ここはマイクロスナップ、はい、次に強い、はい、カバー的に並べたんですけどもね、はい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 、まあ、アーマーということで基本的には僕は、まあ、この位置とこの位置、まあ、数字的にはこの位置なのかなと、なんですけれども、はい、どうしてもそのバイオセルっていうのは非常に僕は先が切れたっていうイメージがあるんで、はい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 、そういう面では、まあ、ここと同等なんですけどちょっと曲がりが違うかな、なるほどね、曲がり方が違うかなっていう感じです ね、 ね、どうしてもバイオセルの方がどっちかというと僕の方感じでは、やっぱりバックエンドが出るイメージがあるんで、そうしてみたら、まあ、バックエンドをオイルに負けちゃうっていうで、バックエンドがすごく激しくスキットして出るっていう感覚ではちょっとないんで、なるほどね、まあ、そういう面ではもうちょっとオイル強い感じにも曲がり的には感じるような、位置づけになっていいのかなっていうふうには感じましたね。わかりました、はい、望月プロ、まあ、こう番組はですね、まあ、いろいろこう皆さんいろんなタイプの方を使っていただいたんですけども、今後も使わせていただく中で望月プロ結構久しぶりの登場で、はいはい、前はどちらかといったら安いボールというかね、定価が安いボールを結構チョイスしていただいたんですけども、はい、まあ、そういった意味じゃ今回のもうハイパーセールスキット、まあ、望月プロがやっぱり僕なんかは合うんじゃないかなと、やはり転がり感がすごい持続するし、はい、まあ、それから先ほど手に行き足もそれなりにあるし、まあ、オイル負けもそんなしない転がり感が優先するということだと思うんですけども、まあ、そういった意味では今年はともかくとしてもやはりあと2試合ありますし、はい、来年試合がいっぱいあると思うんで、はい、そろそろこういったボールで目が出るんじゃないかなというふうには思うんですけども、はい、まあ、そういった意味じゃ望月プロなんかの感想としてやっぱりこうどんな形のボーラーに今回のハイパーセルスキット使っていただければなっていうふうに思うと思います。そうですね、まあ、はい、やっぱり手前の、はい、スキット感があるっていう部分も含めると、はい、やっぱり女性も、うん、使いやすさを感じるんじゃないかなと思います、はい、なるほどね、はい、まあ、結構皆さんトーナメントでストームが目立った中で、はいはい、まあ、ロードグリップっていうシリーズ、うん、まあ、皆さん意外にこう意外にって言い方がいいんですけど、はい、投げていただいて、はい、まあ、高評価を、まあ、どちらかって言ったら外さない、あんましこう外れがない、うん、非常に悪いいいなんてのはなくて、はい、まあ、どちらかって言ったら万人に合う、うん、製品だと思いますので、はい、まあ、本当に望月プロが今言うように皆さんに投げていただければなと思うようなボールに仕上がっていると思いますね、はい、石原プロなんかはその点に関しては、そうですね、はい、まあ、コンディションを選んでいただいてね、うん、まあ、非常にこれは幅広いボーラーに使っていただけるんじゃないかな、はい、プランターの方から例えばレディース、はい、ジュニアの方まで幅広く使っていただけるようなボールだと思いますね、これはね、なるほどね、はい、まあ、先日のこうジャパンカップっていう試合もね、男子の試合もあったんですけども、まあ、本当にストームのメンバーが多くてですね、出場していただいたんですが、ストームのメンバーも結構やっぱりロトグリップ実は使ってるんですよね、試合の途中では、はい、まあ、そういった意味では荒れたコンディションにしろ、まあ、
こうどちらかといったらこう不安定なコンディションには非常にやっぱりロッドグリップっていうボール合うと思いますので、まあ先ほども言ったように望月プロも成績がすぐにこういったボールを投げると出てくれると思いますので、はい、皆さんもですね、はい、まあ、そういった高評価が得られるようにですね、はい、まあ、ロトグリップも頑張っていきたいと思いますので、はい、まあ、ぜひ皆さんね、ご愛嬌またお願いしたいなと思います。はい、お願いします。本当今日は長いお時間ありがとうございました。ありがとうございました。どうもまたよろしくお願いします。